10月15日より体調不良で芸能活動を休止していた。ゲームアイドルマスターシャイニーカラーズで三峰優香役などで知られる声優、鳴海瑠奈が、12月31日をもって芸能界を引退することが29日、所属事務所の公式サイトで発表された。写真活動休止前の姿、ゴスロリ姿で美脚披露の鳴海瑠奈。サイトでは平素は格別のご後輩を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社所属の鳴海瑠奈は、2021年10月15日より体調不良のため芸能活動を休止させていただいておりましたが、この度2021年12月31日をもちまして、芸能界を引退させていただくこととなりましたと報告。急なご報告となりまして申し訳ございません。ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びするとともに、これまでたくさんのご支援ご声援を賜りまして誠にありがとうございましたと伝えている。また、鳴海の代表作であるアイドルマスターシャイニーカラーズ三峰優香役についてアイドルマスター公式サイトは体調不良のため長期療養中であった三峰優香役鳴海瑠奈様が芸能界をご引退されることが決定いたしました。上記を受けまして、三峰優香役を担当する声優を変更させていただきますことをご報告申し上げますと説明。後任の声優については現在選定を進めており、2022年2月頃を目途にご案内させていただく予定です。また、今回の変更により、2022年4月以降、演座対応ゲームアイドルマスターシャイニーカラーズに収録されている音声データを順次差し替えさせていただきます。また、演座対応ゲームアイドルマスターシャイニーカラーズに収録されている楽曲についても、順次差し替えをさせていただきますと伝えている。セイウミは今年10月に体調不良で芸能活動を休止しており、所属していた声優ユニットサンドリオンを脱退。出演アニメはリバース猫画堂聖役、プラチナエンドカニサワモモコ役など。人気ゲームアイドルマスターシャイニーカラーズの三峰優香役などで知られる声優の鳴海瑠奈が体調不良により、当面の間芸能活動を休止すると15日。所属事務所の公式サイトで発表された。公式サイトでは弊社所属の鳴海瑠奈ですが、体調不良により、当面の間芸能活動を休止させていただくこととなりましたと報告。ファンの皆様並びに関係者の皆様におかれましては、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げますと謝罪した。セイウミについて、所属事務所は7日、公式ツイッターを更新し鳴海瑠奈ですが、明日21時、出演予定でした聖配信鳴海瑠奈魔法儀は体調不良のため出演を見合わせとさせていただくことになりました。楽しみにしてくださっていたファンの皆様、誠に申し訳ございませんと伝えていた。また6日開催の283フェス2021直前特番、ブフェーメニュー深堀リエスピーも体調不良により出演を見合わせた。